はい、こんばんは。ルールカです。セブンナイツ。アリーナ実況やっていきたいと思います。朝の時点は200、忘れちゃった。何位だったんですけど、その後順位戻して、110位まで戻ってきました。よいしょ。110位のとこにいるのかな？あ、112位のとこにいますね。112位まで戻してきました。だいぶここら辺に来ると、わぁ、もう、古巣のメンバーがすごいいっぱいいますね。ユミルさんとかもいるしね。うん。水原さんおるやん。天帝シェリーさん。カストールさん。ね。また、ちょっとここでね、リンさん。あ、塩サバさん。うん。七英雄さんとかね。サンプルさん。はいはいはい。ね、秋彦さん。国庁通さん。国庁通さんって言わないよね。国庁さん。ワーマンさんとかね。よし、ここら辺でちょっと胸を借りていきたいと思います。で、朝ね、装備を充実させて、そのまんまではありますね。まあ、後半は、さっきやった時は、5連勝で、上がってこれたんで、まあ、このあたりで5連勝できたっていうのは結構大きいんじゃないかなと思っています。まあ、1号が落ちにくくなったっていうのはかなりでかいですね。で、あとはこの宝石たちをパワーアップさせていく。5まで、プラス5まで鍛えるっていう。で、連成するかどうかは超悩んでますね。これを。なんか他のところで作っといて、交換する方がトパーズ安いんで、それを狙っていこうかなとは思ってます。で、あと、とうとうリング、取り替えました。1号に、即死暗闇沈黙のリングをつけました。1号が即死かかって死んじゃうのも困るし、暗闇かかって攻撃当たんなくなるのも困るし、沈黙しちゃうのも困るんですよ。なんでかっていうと、月牙天将を撃ってほしいから。で、あと黒い月牙でね、敵を倒してほしいっていうのもあるんで、なので、これデロンズ装備してたんですけども、デロンズにやっとプラス9の別のね、ドラゴンリングを渡すことができました。これデロンズにはちょっと過ぎたるドラゴンリングだったんでね。で、デロンズには暗闇毒感電ですね。はい。まあ、もっとなんか悪いのがあれば、悪いドラゴンリングが来たら、またそれと取り替えたいなとは思ってます。はい。これもね、凍結はね、割とありなんですよね。ソルって一回倒れると、シロちゃんの、凍結効果なくなっちゃうんで、で、そこで凍らされちゃうっていうことは結構あったんで、まあ、これに変えてからはかなり安定してますね。これに気絶が入ると、さらにいいなってことですね。で、リョフが、一応ね、こう気絶入りのアスドリングで、あ、エレナリングで、凍結で火傷なんですよね。でここがちょっとね、使えないので、リョフが、やけど免疫消える、切れるっていうこと、凍結免疫が切れるってことほぼないので、そんなターン経過するような戦いがないので。なので、ここに暗闇沈黙がね、入るような、ドラゴンリングができたら、優先的にリョフにつけていこうかなと思います。で、凍結やけど気絶のエレナリングは、そしたら今度はソルに渡そうかなと思ってます。まあ、順位的には、そっちになるかなと思うんで。暗闇がなくなっちゃうけど。うん。はい。まあ、そんな感じでね、考えながらパーティー構成をしています。よいしょ。で、まだ伸びしろがね、バランス陣形がレベル46ってとこですかね。2% ぐらい攻撃力上がると思うんですけど、で防御力もあとね、1.5% ぐらい上がるんじゃないかな。はい。まあそうするとね、まあ前衛が落ちにくくなるっていうのと、あと攻撃力が超えますんで、まあ特に、リョフのね、天下無双さん、期待できますよね。はい。じゃあ挑戦する。バルさん、いきなりバルさん。いきなりバルさん来たー。
げえ高級感あるパーティーだな。あ、いいね、黒い渦が。一回落とす。あれなんですね、ソルバックなんですね。その心は何なんですかね。あら、リョフとシロちゃんが。参ったな、これ。今日はこれで落とせるけど、免疫剥がれてんだよな、これ。なぜ、あの、なぜか。ターン経過か。そろそろ麻痺は解けると思うけど。あ、もうシロちゃんはしょうがないか。リョフがもうそろそろ帰ってくると思うんで、そのリョフにかけるしかないですね。天下無双だ。あー、スキル怒らされた。無理でした。帰ってこれませんでした。つえー。何もできなかった。うひょー。でも、あそこで感電入ったのは痛かったっすね。感電か。雷光陣と最初の月牙天将で、バフを剥がされて裸にされちゃったんだよね。相手の手をに仕事はさせなかったけど、何を工夫したらいいんだろうね、あの場合はね。4393の方。なんて読むんですかね。ネウエシン。わかんない。ポンちゃんですね。あ、ソルじゃねえ。テオじゃないんだ。反撃。あー、追加攻撃やがる。俺がガンフレイ。やられましたね。ユージがうまいんだ。でもこれ倒せる。オッケーオッケー、ナイス。ナイス火力。これで反撃をしてほしい、ソルには。よし。流れはいいね。相手に何もさせることなく進めていく。だいたいこれはこうなるから、ソル気絶しても他のスキルがある。月牙天将。黒い月牙か。で、これで、ソルが倒れる。で、みんな裸になる。で、月牙天将しかない。OK。で、スキルターンが遅れる。で、天下無双山が復活するのに使う。OK。最高の流れでしたね。勝ち申した。いいね。なんとなく、こう、俺の勝ちパターンの流れでしたね。あの、ソルは、あの、ほんと、なんていうかな、ある意味、肉壁みたいなもんなんですよね。受けてもらうっていう。受けてもらって、まあ、クッション材みたいになって、相手のスキル吸収させたり、吸収したりするっていう、役割なんでね。よし。あれ、これ上の画面にルビーとか出てたっけ？もうなんかもう上の画面変わりすぎて、ちょっとよくわかんないね。名誉、こんな左に、多分追加されたんだろうね。さあ行きます。誰だ次は。ジローラさん。格上ですかね。ですね。4436。今度はイチゴバック。倒れなかった。まあいいでしょう。これソロも倒せ。オッケー。シロちゃんも倒したかったけど、こうなるかもしれないんだよな。よし、デロンズのスキルいらないんで、リョフに攻撃与えつつバフを 2ターン剥がすと。オーケー、オーケー、自爆。ちょっと数値が多いな。うー、やばい。で、ターンを遅らして、黒い月が
あ、ちょっと待って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 、わあ。臨床装備か、あのシロちゃん。流れ悪くなかったけどな。ちょっとやっぱり目の前のソルとテオばっかり見ちゃったのがいけなかったかな。1号ワンバックもやっぱり強いね。こうなったら後ろから来て、あ、いける、いけ、押した押した、めっちゃ沈黙した、よし、怒らせる。この間に畳かけろ、月が伝承撃ってまえ、凍らしてもいいぜ。おお、勝った。これはもう勝ち確でしょ。完璧な流れ。向こう何もできないからね。もうレオンズがたまにこういういい仕事するんですよね。最後死の一撃止め、いいね、かっこよく決まりましたね。このシロちゃんのところが白将だったらどうなんだろうね。それもすごい気になるんだよね。なんか白将もは全部免疫じゃないですか。どうなのかな。もうなんか倒されること前提で反撃装備とかつけて戦ったら面白そうじゃないですか。攻撃力ガン積みでっていうのをちょっとやりたいなっていうのはありますね。だから凍らせるだけじゃないんでね、あのやっぱり毒振りまけるから追加ダメージ与えられるっていうのもあって、追加ダメージってやっぱ美味しいんですよ。それで倒して逆転するってこともあるんで、まあ、ジェイブ使ってる方とかは多分よくわかると思うんですけど、これ U字がうざいな。いやー、パイロン飛んでほしかったな。これ先行連撃が意外とうざいんだよ。俺の一部に飛んでくるから。あ、たまにある、これたまに一部に飛んでくること。これはソルにしか当たらないんで、ソル倒されちゃうのは結構前辛いんだけど、もうしょうがないね。ちょっと多いね、8時の時間って多いですね。ジェイブだけで倒せっかな、ジェイブを。まあ、スキルはないからそこは安心していいと思うんだけど、無理でしたね。いやー、課題がまだ山積みですな。多分宝石のね、レベル上げていけば耐えられるだろうっていうところも多いんでね。ソルどうしよっかな。反撃無視してもうちょっと耐久性上げようかな、一撃で落ちないように。今は半分反撃なんですよ、ソル。でもなんかそのせいで、あの呂布が反撃回数減ってる可能性もなきにしもあらずなんで、このルディの盾外してね、この装備に変えるとか、防御力も上がっていいと思うんでね。で、あとは、ヒットウィンド1050装備はないのか。どっかにあるでしょう。うん。セブンナイツ系の装備は、多分、探せば誰かが装備してる。確かジャック王が装備してたな。うん。まあ、それでちょっとヒットポイントを補ってみるか、ソルの。ね。やったことないんで、それは。あと、宝石もちょっと鍛えてみて。はい。まあ、誰を参考にしようかな。まあ、誰を参考にするかっつったら、
とか言ってるけど、もう刻み屋さんしかいないんですよね。同じパーティーって。あ、ボンブリさん39位になってる。さすが。こういう人たちと戦ってね、ほんと、なんか4割ぐらいの勝率は、すげえ志低いな。5割ぐらいのね、勝率はやっぱり欲しいね。プラス4。やっぱり鍛えてんね、1個ですね、極上でね。10番隊隊長、月ヶ谷藤四郎だ。死にたくなければ鼻からマジで来い。あ、でもソルは反撃だな、両方とも。リョフが反撃じゃなくなってんのか。最後に残るのはリョフだから、リョフのヒットポイントを増やしてるのか。そっちの方がいいのかな。死にたくなければ鼻からマジで来い。どうせ倒れるしっていう。逆にしてみっか。ちょっといろいろ試してみます。はい、リスペクト刻み屋さんなんで。はい、というわけで、まあ勝率は上がったところは、まあお見せできてんじゃないかなっていう。まあ今回は負けが多かったけど、まあ順位、そこまで下がらないんで、まあ、ある意味安定してるかなっていうふうに思います。はい。まあちょっとこのまま200位キープして、いい感じで、勝率下げていけたらなと思っております。で、金曜日か土日か。に、金土に、リクエストの、キャラとかを使って、やっていこうかなっていうふうに思ってますんで、ぜひお楽しみにしてください。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。